314の話、最近のここは怖いんですけど相談させてください。まだ読み始めて1ヶ月にならないし、初心者は怒られると聞きました。でも同人押しかけに関してのことなので、何かいい知恵とか借りられたらと思って伺いました。それでもいいでしょうか。で、318、名前314番です。ありがとうございます。トリップ合ってると思うんですけど、間違ってたら直します。同人誌関係です。文章下手なので意味がわからなかったらごめんなさい。学校の先輩が私の名前で押しかけをしました。それで祖父母が謝りに行ってくれたんですけど、私はしていません。先輩が押しかけた相手は私がすごく好きな作家さんなんですけど、当たり前だけどすごく怒っています。直接会ってくれれば違うと分かってくれそうですし、何より祖父母に悪くて、先輩は全然話を聞いてくれません。こんな場合はまず先輩の両親にお話をするべきですか？作家さんにも謝りたいし、どこから手をつけていいのか、どうかアドバイスをください。で、319、名前314番です。テレホじゃないんでつなぎ直したりしますので、時間の横の ID が変わりますけど314番です。で、328、314番です。322番さんに対して、おじいちゃんにもおばあちゃんにもちゃんと言いました。2人が謝りに飛んで行ってくれた時、もう先輩は逃げていませんでした。お金とかも盗まれてて、訴えるってことで作家さんに怪我もさせてて、先輩がいなかったら2人とも犯人が私かもしれないと思って謝ってくれたりしたんです。その時私は友達の家にいました。今は2人とも信じてくれています。ただ2人ともすごくショックを受けてるし、怪我とかしたので、まず私がしっかりして何かしないといけないと思いました。でもそうなった成り行きのこととかもあるし、うまく言いたいことが出てこないので、まとめようと思っています。350、名前314番です。先輩は中学校の時からずっと仲良くしてた人でした。同じ作家さんが好きだったんですけど、その作家さんたちと私が親しいって勘違いをしてそんなことをしたんだと言われました。でも私はその作家さんと親しいわけではありません。本がすごく面白かったので大好きですって感想を送った時、メールでお返事をくれただけです。私がメールをもらえて嬉しかったって言ったことで、おじいちゃんにもおばあちゃんにも作家さんにまで迷惑をかけてしまいました。先輩は何回手紙を書いても返事もくれないから向こうも悪いと言っています。でもそれはおかしいと思うし、だからって作家さんに迷惑をかけるなんてひどいし、何とかしたいです。作家さんはとにかく怒っていて話を聞いてくれそうにないです。手紙も読んでくれないと思います。こんな場合はやっぱり弁護士さんですか？私の貯金は今7万円ちょっとです。今月の終わりにバイト代が3万円ほど入りますけど、これで足りるでしょうか？いろいろ聞いてしまって本当にごめんなさい。私の書き方は本当に分かりづらいと思います。分からないところとかどうか言ってください。362番、名前314番です。それと先輩は私が何かしたって無駄だと言います。私は先輩の部下だと言ってやるから信用されないそうです。もう信じてもらえないのは仕方がないですが、祖父母が立て替えたお金とかそんなのは返してほしいですし、慰謝料とかは先輩に払ってほしいです。それと当日一緒にいた友達は大学生で一人暮らしですから、家族の人とは会っていません。原告とか苦手なので教わっていました。朝からずっとこもって勉強してたし、誰にも会っていません。383、名前314番です。父はいません。母も去年亡くなって祖父母の家に置いてもらっています。もちろん作家さんには私じゃないですって言いたいし、分かってほしいけど、きっとすごく辛い思いをしただろうし、犯人だと思ってる私に何か言われたりするのは辛いと思うから、手紙とかはやめておきたいです。警察に届けた時に私が行けば、少なくとも部屋をめちゃくちゃにしたのは私じゃないと分かってもらえると思うので。あと作家さんの家に謝りに行った時、作家さんに手土産を投げつけられて転んだそうです。おばあちゃんを支えようとして2人で転んで腰を打って、今病院へ通ってます。作家さん、やっと買ったパソコンとか壊されてすごく怒ったんだと思います。弁護士さんのところにはおばあちゃんと一緒に行くことにします。397、314番です。作家さんも弁護士さんが話をしに来たら怒ると思うし、弁護士さんには私の方から先輩のしたことに対して何かできないかを相談しようと思います。ちゃんと誤解が解けてくれたら本当に嬉しいですが、先輩が犯人だと分かったのは私が友達の家から帰った後です。祖父母に怒られてすいません。先輩が来たみたいなのでまた後で来ます。難民70、219、名前7C。
実は名乗り出ようかどうか迷ったんですけど、もしかしたらってことがあるので名乗り出ます。もしかしたら本家314の話、友人かもしれません。ひどい押しかけ話があったので義憤に駆られて書き込もうかと思ったのですが、報告を読んでいろいろ気になることがあります。ご老人に怪我をさせてしまったことやその友人の被害をまとめると重なる部分があるので、もしかしてというレベルなのですが、友人のところにも祖父母がお詫びに来たそうなんですけど、徹夜を続けてやっと仕上げた原稿だけでなく、亡くなった友人の形見をめちゃくちゃにされたので、怒りのあまりお詫びの品なんかいらないから帰ってくれと菓子折りを投げつけてドアから押し出そうとして転ばせてしまったそうです。これについてはとても反省していて、むしろ謝罪をしたいと思っています。もちろん事情はどうであれ、怪我をさせるのは非常識なことですが。266、名前219。友人も私も同人版を見たりはしていますし、チャネラーなので、私は一桁ぐらいの時は合宿所すれに押しかけ被害を報告したこともあります。友人には今電話をしてこちらへ来てくれるように頼みました。自作自演と言われては314さんがかわいそうですよね。もしもビンゴでしたら、私の方は節穴付きで本家で書いても構いません。共通点としては加害者が高校生、314さんの年齢が分かりませんが若いようなので、パソコンを壊されたことを持ち上げて床に叩きつけられました。お詫びに来たのが祖父母だったこと、到着前に逃げ出したこと、その時にスパコミの売上金の入った巾着を持って逃走しています。なぜ家に上がり込まれたかについても続けます。279、名前219。今慌てて電話しながら書いていたので遅くなってすみませんでした。友人が到着次第ここを読んでもらいます。あまりにも共通点が多いので私はビンゴじゃないかと思うのですが。で297、名前219、275番さんに対して、犯人が見てるかもしれないんですよね。私までちょっと混乱しそうですが、とにかく事実関係を確認します。310、名前219、301に対して、電話は友人に確認を取ってからにしたいと思います。もしものことがありますし、それでビンゴの場合は友人が直接連絡を取るはずです。それに私も314番さんが心配です。で、324、名前219。今友人が来ましたので早速読んでもらっています。314さん大丈夫でしょうか。本人だといいのですが、もしも何事もなければこんな時間に電話は非常識ですし、できれば無事を祈りたいですね。333、名前219、作家です。箇条書き読みました。当たりかもしれません。こんな時間に電話してもいいのでしょうか。もし何かあったらと思うとたまりません。手紙を見ればいい子だってすぐに分かったのに、気がつかなかった自分が歯がゆいです。あちらの祖父母さんにとんでもないことを、転ぶほどの力が入っていたつもりはありませんでした。とにかく電話したいと思います。間違いだったら怒られてきます。352、219、ビンゴでした。友人は今電話中です。314さんは一応無事なようですが、まだ揉めているようです。この場合真犯人というより先輩中かな、先輩中の親が来て揉めているようです。402、219、先輩中の親御さんが帰りがけだったようです。しかしここまで嫌な声が聞こえてきました。今友人と314さんが一応の和解を果たしました。314さんがイベントで差し入れをちょくちょく持ってきてくれた人と判明。差し入れに名前がなくてわからなかったそうですが、顔を覚えていたため家に来た人とは明らかに別人と分かったとのことです。ではあとはその先輩中ですね。430、219、友人が用意したメモ用紙に K と出たら私が110番するつもりでスタンバイしていましたが、今夜のところは帰ったそうです。もうすぐ314さんもネットに復帰するそうなので私も安心しました。もちろん314さんの冤罪についてはきちんと話をするそうです。今は謝り合戦に入っていますので、もう少し待ってやってくださいね。私も涙出てきました。あの子のことなら覚えてます。引っ込み思案そうですけど、なんというのか、こんなファンはありがたいといった雰囲気全開のお嬢さんなのに。それと一つだけ愚痴らせてください。あちらの親御さんの捨てゼリフの怒鳴り声が漏れ聞こえてきましたけど、親がいないだけで子供がおかしくなったりするってのは偏見もいいところです。道徳話すまそでした。504、219、私は友人の方です。作家の方は1回しか書き込みをしていません。どうもおじいさんの腰が良くないようです。向こうの親御さん先輩中と何かあったようで、私も横でもどかしく心配しています。
住所を見たところそんなに家は離れていませんし、必要とあらば見に行くつもりだそうです。それと作家の友人が切れていたのは、大震災の時亡くなった親友の最後の姿を収めたビデオテープを壊されたこと、出せなかった合同誌の友人の原稿を破られたことなどです。ちなみに先輩中は体格もよく力も強いプチコニーです。入り口で止めようとしたもののドアチェーンごと押し切られたそうです。暴れた時間は3分か4分。作家が殴りつけるように押さえつけて聞き出したら、名前が314さんのものだったそうです。私も後で見に行きましたけど、和室二間は凄まじい惨状でした。563、名前219、作家です。お騒がせしました。314さんは顔を洗ってからネットにつなぐそうです。どうしても伝えたいことがあるので、後で彼女の報告の後にでも私も書き込ませてください。泣き声でしたが、電話で話すと襲撃者とは全く話し方も声も違いました。土下座までしてくれた祖父母の方に申し訳がなくて消え入りたいです。大事な友人が最後の力で両親や友人にメッセージを残してくれた手紙があります。それは襲撃者に破られましたけど、そこに書いてあった言葉は、早とちり直せありがとうでした。直ってない、ごめんというか情けないです。自分語りが嫌がられるのは知っています。これだけごめんなさい。うざい人スルーしてくださいね。近々引っ越し予定だったので、大事なものをひとまとめにしていましたので、それもまずかったようです。見た瞬間にごめんなさい。泣けてこれ以上は書けないので、314さんにとにかく謝ったら明日にでもお詫びに伺います。で、548、名前314、遅くなってしまってすいません。心配してくださってありがとうございました。今大変そうなので、でも大丈夫だと伝えたかったのでお邪魔しました。作家さんがお電話をくれました。お話を聞いてくれて優しくて嬉しかった。本当に嬉しかったです。564、作家です。314さん、まだ見ていますよね。いろいろ考えたけど他に言葉が思いつきません。名前もペンネームはやっぱりさらせないので、これでごめんね。右手は何とかなりそうです。心配してくれて本当にありがとう。あなたが悪いわけじゃありません。あなたは何も気にしなくていいです。親がいないことを罵られたことも気にしないで、本当に欲しい言葉をくれる人だと思いました。ここで書いてくれてありがとう。辛かったよね。だからどうしても一言お礼とお詫びを私もここで書きたかったのです。申し訳ありませんでした。おじい様おばあ様の治療費などすべて私が持ちます。569、名前314番。先輩とご両親が私の部屋へ押し入ろうとして、それを止めようとしておじいちゃんが怪我をひどくしてしまいました。部屋へ上がられちゃいけないと思って頑張ったんだけど、一人で引き戸を閉められなくて悔しいです。警察を呼べばよかったって帰った後でやっと気がつきました。両親がいないから警察は信じるはずがないって言われたんですけど、それはないと思う。きちんとお話しします。作家さんのこともあんまりだから頑張ります。あと私、難民の方は実はまだ見ていないんです。名前が怖かったので何かあるのかなと思って、ごめんなさい。明日から見ます。で、570、作家です。314さん、他に何かあればぜひ言ってくださいね。言われないと気がつかないのは、仮にも成人した大人として恥ずかしい限りですが、お願いします。588、314番。なんて言ったらいいかわからないけど、本当にありがとうございます。親がいないってことでなじられるのは初めてじゃなかったけど、今回のことは悲しかったです。両親がいないから信じられないって言われて悔しかったし、おじいちゃんにもおばあちゃんにも悪いなと思ってました。アルバイトしなくちゃ高校も通えない貧乏人だからお金に手をつけたと言われたんですけど、私そんなことしてません。先輩が私にお金を取られたって言って聞かないんです。悩んでてどうしていいかわからなかった時に、作家さんがちょうど電話をくれました。嬉しかったです。それで十分だし、おじいちゃんもおばあちゃんも怒ってません。今私が作家さんにしてほしいことは、これで書くことを嫌にならないでほしいってことです。あなたの書いたお話の中で泣いた言葉がいっぱいあります。お電話ありがとうございました。ここでも本当にありがとう。他の人にもありがとうございました。難民70、649、名前219、作家です。いろいろありがとうございました。少し落ち着きました。修繕ができるようならお願いしようと思います。辛くて悔しくてそこまで考えが至りませんでした。686、名前219、作家です。学校側にも善処します。できる限りのことをします。私にできる罪滅ぼしはそのぐらいしかないと思います。314さん、けなげで涙が出ました。先輩とやらは両親がいない彼女に、そんなことで人間の価値は決まらないよと言ってくれた人だったそうです。それが嬉しかったって、ひどい話です。結局は彼女を食い物にするつもりだったのかな。どのみち襲撃者は絶対に許しません。
724-219、作家です。泣いてるばかりじゃダメですよね。警察関係もちろんやります。751、名前219、作家です。おじいさんのおけがが気になりますので伺いましたが、病院は明日にするとのこと。314さんを家に残すことを心配しているようです。また乗り込んで来られたら。話を聞くと本当にひどい話です。314さんはあまり書きませんけど、私の方が腹が立ってます。襲撃者だけでなく親も何とかできればいいのですが。602、名前作家です。314さん、相手は言い逃れできないことを平気でしています。一緒にやりましょう。また電話やメールもしますね。引っ越した後は少し遠くなるけれど、今回のことで私はあなたのことがすごく好きになりました。一緒に頑張ってくれますか。私は頼りない大人2年生ですけど、私も精一杯頑張ります。605、作家です。だから今夜はもう寝てください。そんな状態まで心配してくれるのは本当に嬉しいけど、どうか寝てくださいね。では長らくお邪魔いたしました。報告、ライブ以外にスレを消費してしまったことをお詫び申し上げます。619、名前314番。おじいちゃんの様子見ましたけど、腰痛いみたいなのでお世話になってる先生を呼びました。先輩は取ったお金を私のせいにしたかったみたいです。いろいろ言うことが変わるんだけど、私が脅して先輩にさせたとか言ってます。私の部屋に入ろうとしたのはパソコンを壊すためだったみたいです。もっと落ち着いてから、今度はもう少しちゃんとした文章でこうなりましたって報告をしたいです。読んでくれたことを、いろいろ励ましてくれたことを本当にありがとうございました。それと私のせいでご両親がいない人が嫌な思いをしていなかったらいいなと思います。その時はごめんなさい。作家さんも本当にありがとうございました。私も作家さんのこと大好きです。でも押しかけたりしないし、ちゃんと自分が友達じゃなくてファンなんだってことを覚えてます。今回のことが終わるまでどうかよろしくお願いします。そろそろ先生が来てくれるから、おじいちゃんの様子を見てから寝ます。おやすみなさい。824、名前219。こちらで出ている分に関しては電話でできるだけのアドバイスはしました。学校関係のことも朝一番で乗り込みます。あとは何か私ができることはないかと模索中です。申し訳ありません。何かありましたら教えていただけないでしょうか。特に学校関係は心配です。メールでちらっとやり取りしたのですが、気になることがいくつかありますので。899、219、作家です。ごめんなさい、レスを追いかけきれないんですけど、これだけ書きます。被害届なんですけど、まだきちんと出す前でした。片身をやられたショックで泣くだけで、そこに314さんのおじい様とおばあ様が来てくださって、プツリと糸が切れました。これに関しては何の弁解もしません。すいません。気になることというのは、襲撃者が学校でかなりいい立場らしいということ、その親がそこそこ力がありそうだということです。正体を書くと即入足に出そう。出してやりたいですが落ち着きます。怪我は大したことはありません。まだ右手の親指の付け根が紫に腫れてますけど、実は左利きなので、私絵は左、字は右なんです。変人です。40、名前219、作家です。なんとか読めました。アドバイスの数々ありがとうございました。314さんの怪我も心配しています。だいぶ辛そうだったので。それと向こうの親御さんに関してのヒントははっきりと出せませんが、当たりもありました。襲撃者は学校ではとてもいい生徒だそうです。314さんは立場がまずくなっているので、即学校に直談判しないといけません。やるだけのことはやります。52、219、作家です。晒すことはできませんけど、誰かが気がついてどこかに書き込んでも、それは私のせいでも友人のせいでもないと思っています。63、219、作家です。314さんは自分の部屋へ押し入ろうとした相手を止めようとしたおじい様が乱暴に振り払われたのを見て、何とかしようとしたみたいですが、相手は大の大人ですから大したことはないと言っていましたが、心配してます。早速、明日早速様子を見てくるつもりです。68、219、そこまで考えていませんでした。それもメモします。これ56に対してのレース。おじい様の怪我については私が全面的に責任を持ちます。それと、相対した時の私の印象ですけど、襲撃者は切れやすい現代っ子のような気がします。思い通りにならないから悔しい、だから暴れたといった感じといえば分かりますか。夕方頃にはこの襲撃されたことをまとめていつか報告しようと思ってはいましたけど、こんな展開だとは本当に驚きました。75、名前219、投稿まではいいですけど、校内のことについては難しいと思います。必要な手続き、その他のこともありますし、とりあえず学校へ伺って先生を見てから決めようかと思っています。82、名前219、
仕事があるときは夜起きて朝から寝る生活なので、今は眠くない時間なんです。腹が立って興奮もしていましたし、ちょうどいいので考えをまとめていました。襲撃の時には原稿がすでに手元を離れていたことが幸いです。でもあの暴れっぷりは、隣で押しかけらしいすごい騒音がしてたとかなかったですか？実は電話番号までどこからかバレていて、道端で喧嘩もどきまでしてしまいました。あの後すぐに相談で帰ってたらどうなってたのかなとも思います。112、名前219、作家です。これ入れ忘れてますね。友人は今横で私の代わりに怒ってくれています。こちらをプリントアウトして有益なものをファイルしてくれるそうです。本家で恥をさらしてしまった、すいませんでした、下品なことを、涙で。84に対してです。必要な連絡先は最後のメールで来ていますから大丈夫だと思います。明日の夜確実に進展があるように動きますね。皆さん本当に親身にありがとうございました。149、名前219、それと手紙関係ですが、ことがことですので証拠物件としてここにあります。感情に任せて全部捨てようとした私から友人が取り上げて持ってきてくれたんです。感謝しなくては。襲撃者の手紙なんですが、宇宙語ですね。うーん、読みにくい紙、読みにくい字、読みにくいペン、典型です。180、名前219、解読は原稿明けの目では無理ですが、メタルグラデの便箋にメタルのペンと蛍光ペンで書かれています。314さんのお手紙は可愛らしい猫の同人便箋に万年筆っぽい筆跡です。こちらは書き込み通りですね。文章は幼いですが丁寧です。なんでこんな子を疑ったのか、また鬱になってしまった。騙すためだったのかと思った自分に鉄拳制裁しておきます。では友人もまとめてくれましたし、これから少し仮眠を取って動きます。この度はお世話になりました。本当にもう皆さんの上に平和がありますように。で、144に対してレース。少しデジャブがあるような気もしますが、あの時はすでに頭が真っ白だったので、なんともセリフがそうだったかまでは思い出せません。ごめんなさい。ただ来ないでと言った後、家の前にいますと言われて凍りました。でもこれは言われた人みんながそうではないかと思うので。で、314番です。こんばんは、無事に帰ってきました。今日はいろいろありましたけど少し落ち着きました。昨日からのことを少しまとめてみたんですけど、大変そうだからまた今度にします。心配してくださった皆さんありがとうございました。難民の方もやっと少し読めました。755さん本当に辛いと思います。うまく言えないですけど、どうか早く終わりますように。で、難民にて413、名前314番です。ここが難民の肉般若城ですね。こちらで心配してくださった人にも本当にありがとうございました。猫画像のことはいろいろあるそうなんですけど、私は知らないので何も言う資格がないと思います。でもひどいことみたいだから私も腹が立っています。こんな場合ちゃんとその悪い人が捕まってくれたらいいと思います。426、314番です。ありがとうございます。私も、祖父母も大丈夫です。私は骨に異常なかったし、おじいちゃんも寝込まずに済みそうです。ただいいこともあったのでご報告したかったんです。それだけ合宿所で書いてもいいでしょうか。436、名前314番です。ありがとうございます。ちゃんとした終わりじゃないけど、すごく前進したと自分で思ったので書きたかったんです。じゃあちょっとだけ書かせていただきます。で、439、314番です。ごめんなさい、全身の字が間違ってました。間違えました。で、30、名前314番です。少しだけご報告させてください。とてもいいことがあったんですけど、その前に悪いこともありました。実は昨夜少しだけ掲示板に最後作家さんと嘘を書いてしまいました。それは朝になってからいろいろと相談したってことです。昨夜おじいちゃんの腰が良くないですってお話ししたら、作家さんがお医者さんに行くのも来てもらうのもいいけど、診断書をもらえるように言うように言われてそうしました。それから今日朝から学校へ行っていろいろする予定でしたけど、すぐに担任の先生の番号を教えてほしいと言われて教えました。それで掲示板には明日まで何もしないように書いててねと言われてそうしました。朝から作家さんが来てくれて、今日は祖父母は病院へ行って、私はこのまま一緒に来てほしいと言われました。そのまま学校へ行って先生とお話をしました。先輩のことはすごく驚いていたけど、作家さんが夜のうちに電話を先輩のことを話してくれていました。でも集合写真では分からなくて少し困ったそうです。でもそのしばらく後で先輩が私の家に入ろうとしたところで補導されたという連絡があって、作家さんと一緒に交番へ行きました。先輩は作家さんのところから取ったお金を私の部屋に置くつもりだったみたいです。私に命令されたとか言ってましたけど、ちゃんと話を聞く前に先輩のご両親が来たら混乱するからってことで一度帰ってきました。祖父母も一緒です。作家さんは落ち着いてから掲示板に謝りますって言ってます。
今は作家さんのお友達と大学生の友達が来てくれています。31、名前314番です。まだちゃんと話が進んでるわけじゃないけど、なんとかなると思います。でも作家さんが先輩を見て、きっぱりとこの人が犯人です、こんなことがありましたって言ってくれて、私が犯人じゃないとちゃんとなるってことで、祖父母は本当に喜んでくれました。私もほっとしました。ここの人たちもみんなにも本当にありがとうございました。それから嘘をついてしまって本当にごめんなさい。怒ってる人はどうか怒ってください。ごめんなさい。468、名前314番です。読み返しても自分でなんて報告が下手なんだろうと思います。先輩は今日は学校に行かずに私の部屋にいろいろと入れることを目的にしてたみたいです。先輩と仲のいい人たちが何か言ってくれるかなと思ったけど、特に何もありませんでした。まだ他の話はわからないんですけど、すごくほっとしたので書きました。作家さんは他にもいろいろ教えてくれて、こんな時なんだけど少しだけワクワクしました。43、名前314番です。本当にありがとうございます。なんて怒られるだろうと口から心臓出そうなくらいドキドキしていました。先輩のご両親のこととかどうなるんだろうと思いますけど、慌てずにちゃんと考えたいと思いました。でも作家さんってすごいと思いました。あれこれすごくいっぱい考えて、時々メモを書いて、見ててこんな人がお話を書くんだなと思いました。493、名前314番です。はい、気をつけます。本当にありがとうございました。私もほっとしました。今夜はこのまま寝ます。おやすみなさい。84、名前作家です。いろいろありまして、ただいま帰りました。襲撃で押していた仕事もあり、もうヘトヘトで、今日は人間の思考回路を持続できそうになく、疲れ目で字がほとんど見えません。お詫びと経過で書きたいことがあるのですが、落ち着いてからにさせていただきます。ですが、紛らわしいことを書いていたことだけはお詫びさせていただきます。申し訳ありませんでした。襲撃者の話はいろいろ書いて、怒りをぶちまけたい心境ですが、感情に偏りそうなので頭を冷やしてきます。とにかく昨夜はありがとうございました。そして申し訳ありませんでした。85、名前作家です。キャップがなぜか消えてしまった。なぜだ。84も紛れもなく本人です。申し訳ありませんでした。780、名前作家です。こんばんは。昨夜はありがとうございました。本日中私にできる限りのことは行動を起こしたつもりですが、あとはおじい様おばあ様の回復を願ってやみません。それとビデオなんですけど、割れたカバーで傷ついているところ以外はかなり修復ができるそうです。手紙の方は実はノートの切れ端なので難しいですが、いつまでもメソメソするなということかもしれないと、いい方にも考えます。絵画の修復関係も当たるつもりですけど、でも原稿は直してくれと言えないので、当時お互いまだ子供で確かにうまくなかったんですけどね、襲撃者が逆上した原因がその原稿だったので余計にやらせなかったんですよ。こんな汚い原稿でいいのに、なんで私はダメなのよと、一気にビリビリバリバリと、頭が疲れてる自分語りがエスカレートしますね。これぐらいにしときます。でも同人でもプロでも漫画描いてる人なら同じ怒りを覚えてくれる気がします。私もその友人も当時は一生懸命書いた原稿なんだよと警察で言えなかった私は小心者ですが、襲撃者の後の話はいろいろありますのでまた報告させてください。それから太鼓坊さんを見て思いついたことでしたが、結果的にここの悪用をお詫びします。昨夜早々に K に電話をしてお昼に見張ってくれるように頼んでいたんです。学校も K も早く通報した方がいいと気を揉んでくださった皆さん、そうしてたのに言えなくて申し訳なかったです。793、作家です。しかしあの頃にもう漫画描いてたのか、筋金入りだと思った自分に打つ。いろいろなご報告が上がっているようですので気になっていますが、目がコンタクト外すと全てがぼやけてて恐ろしいので、本日はおとなしくしておきます。どなた様もお体心を大切になさってくださいね。しかし襲撃者、やっぱりここを見てたようです。314さんがまさか2チャンネルを知っているとは思いもしなかったようです。私もですが、大学生の友人のそのまた友人が押しかけ被害に遭ったことがきっかけだそうですが、押しかけ被害は予想よりも随分あるみたいで怖い話です。801、作家です。もう一つ、これはこちらのおかげです。どうもここで読んだことをヒントにまんまと誘導されたようです。苦笑、みっちり絞る気で言います。ご両親は怒り狂い314さんを攻撃する気満々でしたが、そのあまりな中思考に私は何も頭を絞る必要はなく、素晴らしい流れだと感動しました。失ったものは返ってきませんけど、多分襲撃されたうちではマシな方だと思います。あれだけ墓穴掘ってくれたら言うことはありません。833、作家です。電話番号がバレたのはイベントの宅急便の伝票です。襲撃された日は打ち合わせで外に出ていて、帰り道電話で早く入れてくださいと電話があり、交番に寄ったものの無人でしたので仕方なく慌てて帰宅しました。これはミスですね。
合宿所を読んでいましたので、ドアを壊されてはいけない、もうその一心でした。それと会うとなかなかの巨漢で、その場で一度強引に返したんです。私はその後友人と K に電話の後、事後報告をここで愚痴るつもりでした。ところがドアを閉めた途端、テレコを用意するまでもなく舞い戻ってきて、鍵も間に合わず、そのままドアチェーンごと飛ばされました。私の対応の甘さ、油断が最大の敗因でした。正直押しかけがここまですごいと思ってなかったってのがあります。悔しい。でその後の大暴れは、切れた子供そのまま、一瞬呆然と声も出ませんでしたし、友人の片身に手をつけられ始めた時、やっと止めようと動いたほどです。近所に昼間から夕方までは人がほとんどいないってのもネックだったかもしれません。848、作家です。私の対応が明らかにまずなので何の参考にもならないのですけど、反面教師にはなるかな。襲撃者の親の中っぷりはむしろ娘を有罪に持ち込んでくれます。これを機に親もクビになればいいのにと思う私もいい勝負ですけど、もう本当に目が痛くて頭痛と涙が止まりません。本日は寝ます。文章内容がおかしい部分、誤った部分はまた後日見直しますので、本日はお休みなさいませ。こんなドジを踏まないよう以後は気を引き締めます。703、314番です。遅い時間ですけどこんばんは。作家さんが報告をする予定でしたけど、腱鞘炎がひどくなってしまったので手術をするかもしれないそうです。私の怪我は軽い捻挫だし、祖父母も大丈夫です。特におじいちゃんの怪我が思ったよりも軽いそうでほっとしています。先輩のご両親がとても怒っていて、どうなるのかちょっと不安でした。でも私はその場にいなかったので、これは作家さんに聞いたお話になるのですが、ご両親は作家さんにもいろいろと言ったそうです。それを全部録音したので、そのテープからも訴えることができるとかでニコニコしていました。作家さんの弁護士さんがいろいろと祖父母に教えてくれて、二人とも真剣に聞いていました。それに先輩のことでは、学校で他にも私みたいに嫌なことをされた人がいたんですけど、その人も名乗り出る気になったみたいです。被害者がまだいそうだから重い罪になるかもしれないと言っていました。それから作家さんのビデオテープは少し写りが悪くなったところはあるけれど、随分綺麗に直せるみたいです。情報をくださった人に一刻でも早く心からお礼が言いたいと言ってました。私が言うのは違うと思います。でもきっと心配してくれた人がいると思うし、私もとても嬉しかったので報告させてください。708、314番です。書いてももう大丈夫と言われたことですけど報告させてください。先輩が他にしていたと分かったことは、万引きと恐喝と泥棒です。ご両親がしていたのは先輩のしたことの口止めとかなので、罪になるので多分仕事もなくなるそうです。先輩は今は学校にも来てません。しかるべき処置になっているそうです。とにかく今は埃を全部出すそうです。専門家を甘く見たら怖いぞと言ってました。私もそう思います。709、314番です。先輩が恐喝とかしてるのは知らなかったのでびっくりしました。登校拒否になっている人が被害者だそうです。知らなかったとか気づかなかったのは、私の人を見る目が甘いせいだと思いました。信じてた時の自分が少し悲しいし、その人も前は先輩と仲が良かったので同じようなことがあったのかなとかいろいろ考えてしまいました。それから先輩もここを見ていたそうです。書き込もうとしたそうですけど止められたそうです。先輩についてはこの他のことはちょっと分かりませんけど、私が相談している時も読んだからあんなに怒ってたのかと思いました。712、名前314番。あとは私が貸した本で勝手に売られてしまったものがあったのですが、作家さんの本だったので、もらえてしまいました。サインも入れてもらえてすごく嬉しかったです。でも前の本にも愛着があるのでやっぱり悔しいです。先輩が家に来た後のこととかもいろいろあったのですが、なんて書けばいいかわからないのでこれぐらいにします。長くて読みにくくてごめんなさい。今度は終わりましたと言いたいです。心配してくださって本当にありがとうございました。714、名前314番。ごめんなさい、気をつけます。学校でも先生に気を使っていただいたので大丈夫です。むしろちょっと申し訳ない気がします。他にも大変だった人がいるのに、なんだか自分だけ楽をしているので、私に何かできるかわからないけど空回りしないように頑張ります。じゃあ本当に失礼しました。893、作家です。こんばんは。腱鞘炎が厳しかったもののなんとか無事です。今日はちょっと感情の入った報告をさせてください。現在猛烈な勢いで示談要求、脅し、すかし、泣き落とし、その他されてます。そしてここもあちらが見てるかもしれないことも考慮済みで、あえて明言しますが絶対に示談はしません。足のバイト代金以外お金使えず貯めたのよ、わら。小娘ごときが裁判まで耐えられないなんて言わせませんし、現地ももろもろ取ってあります。
逃げ道塞いでからここに書きたいとずっと思ったので少しすっきりしました。ご心配いただいた方々には本当にありがとうございました。900作家です。忙しい時にしかもよそで書いてきたんで上げてしまった。すいません行ってきます。落ち着かないといかんのは誰よりも私でした。908作家です。しかも踏んでるよ。ああやってしまった。チャレンジしてきます。912作家です。それと報告は本家でしたね。すいません。でももう893で終わってるんです。本当に申し訳ありません。923作家です。さらにすいません。弾かれました。すれたてなんてしばらくやってないのになぜでしょうか。お手数おかけしますが903番さんお願いしてもよろしいでしょうか。いい感じに物事が進んで帰れたのが浮かれておりました。本当に申し訳ないです。944作家です。ちょっとアルコール入ってますので言葉遣いがおかしいかもしれませんがスルーしてくださいね。詳しくも何も書いた通りなんですよ。いろいろな形で示談にして娘の将来がいくら出せば納得するの、それから314番さんの件に関してはやっぱりいろいろ言ってきますね。特に親は未だに314番さんが犯人なのになぜかばうのとまくし立ててきます。理由は親がいないから。バイトをするほど貧しい生活の人間だから。うちの娘は脅されたと言っていると未だに言っています。他の被害者のことも含めて全部314番さんに押し付けるつもりですね。でも314さんは家庭がああだからいい職には絶対つけない。でも私の子は違う。だからここはこらえて当然。今までの恩を返せということを口汚くおっしゃりました。それは私が録音して残してあります。言ってないと言い張るなら正門出してもいい。それぐらい頭に来ていました。でもビデオが無事に直ったのでだいぶ癒されましたが、教えてくださった皆さんには本当に感謝の言葉もありません。本当に嬉しい。書いてもいいことはこれぐらいでしょうか。で950作家です。片手でもキーボードを早く打てるので困りませんが、次のスレまで引っ張ると申し訳ないのでここで書いておきますね。スレを立ててくださった方には本当にありがとうございました。それと腱鞘炎はその毛が出たら即休めるのが一番らしいですね。職業柄難しいのですが早く治まるといいな。悪化すると頭の芯まで痛みが響きます。957作家です。953に対してそうですね、この辺りにしておきます。腱鞘炎の出ている手は使っていないので大丈夫だと思いますが、手術はまだ悩み中です。後で医療関係のサイトを回ってきます。ご心配いただいてどうもありがとうございました。20作家です。最後にこちらでもビデオのお礼を言わせてください。治った時は本当に嬉しかったです。外のケースに友人の落書きがあったのでそれがちょっと悔しいんですけど、でも原稿ともども永遠に残るものはないと気持ちを切り替えることにしました。取っておくことはできますし、それから314さんはおっとり優しいお嬢さんだと思っていましたが、意外に言いたいことはしっかり言う人だと知りました。かなりすっきりしましたし、あとはすっきり片付くのを待つのみです。未だ解決していない方々がどうか無事でありますように祈ることしかできませんが、同じ押しかけ被害を受けた者として祈っております。で49作家です。27に対してありがとうございます。今友人のつてをたどって、いただけないか聞いています。もしダメだったらぜひお願いしたい気持ちです。このまま残せたら一番だけど、毎日取り出して眺めてなんてできませんし、どうしても手元に残したいので、どうしても手の調子が悪いので本日はこれで失礼します。次からは落ち着いてきちんと本家にご報告させていただきます。多分スピード解決だと思いますが、なんせ埃がいくらでも叩くだけ叩いて解決させたいところです。では失礼いたします。460名前314番です。こんにちは。弁護士さんにお話を聞いてきました。先輩とその両親は余罪を含めて立件できることがほぼ確実だそうです。もう退学処分は確定しているし、他の被害を受けた人と会う機会がありました。誰も信じられないような気持ちだったそうです。私もそれが少しわかるかなってお話ししました。うまく言えないけど、信じてた後だったら後でとても悲しい気持ちになったんです。その子はもうクラスにいられないってことで元気になったら転校するそうです。私は本当に運が良かったんだなと思いました。でも私よりそのこの方が辛かっただろうと思うことばかりで、なんだかとても悔しいです。退学になったり裁判で刑務所とかがもし決まっても帰らないものってあると思う。作家さん大事だったものも壊されましたし、二度と元に戻らないし、その子が失った大事な友人も帰ってこないし、もし反省したとしても取り返しのつかないことってあるんですね。ごめんなさいって言葉だけでもダメだけど、反省してもダメな時はダメなんだなって思いました。その後どうすればいいのかはわからないんですけど、なんだかとても悲しくなりました。461、314番。
なんだか変な書き方をしてしまいました。ごめんなさい。その子の大事な友達はずっと飼ってた犬のことです。それから私の両親のことですが、ちゃんと違うことを違うと書けなくてごめんなさい。恥ずかしくてどうも正直に言えませんでした。別のところで書いたことで分かるとか考えてもなかったし、嘘をついたし、私が悪いです。ごめんなさい。報告とかもうまくないですし、みんなが使う掲示板なんだからもっと気をつけます。今度は本当に終わってから全部終わりましたってお礼だけ言わせてください。じゃあバイトに行ってきます。本当にごめんなさい。621、名前314番、おはようございます。終わってからにしようと言ったのに、昨日質問してらっしゃる人がいることに気がつきませんでした。ごめんなさい。でも犬とか猫とかは好きな人は辛い話です。ただ押しかけとかあった時にこんなことがあるかもしれないってことにはなると思うので少しだけ書きます。実は昨日書いていた人なんですけど、大事だった家族の犬が亡くなってるんです。どうしてそうなったのかはその人が詳しくは言えませんでした。ただ犯人は先輩だと分かってるとも言ってました。その子が先輩の言うことを聞かなかったから、だからこんなことになったって聞いたのはそれだけです。証拠がなかったこともあって、そのことはどうにもなりませんでした。でも先輩は犬の命に何かあってもそれは器物破損と扱いが変わらないって言ったと言っていたので、やっぱりそうなんじゃないかと私も思います。でも録音とかしていないから証拠もないし、先輩は絶対認めないだろうし、その子は自分のせいだとずっと辛い気持ちでいます。今もそうです。お金のこととかいじめられたこととかもうどうでもいいって気持ちなんだかわかります。長くなってしまいましたけど、そんなお話でした。夏とか暑い時に犬が庭で寝られるようにとか、気を使う人とかはどうか気をつけてあげてください。じゃあ長い書き込みで何回も来てしまってすいませんでした。バイトに行ってきます。846、名前314番、遅い時間ですがこんばんは。なんだか大変みたいなのですが、今は誰も書いていないようですのでご報告させてください。作家さんが教えてくれましたが、裁判とかに持ち込むと決着まで随分時間がかかるそうです。だからすぐにはどうなったかって報告できないそうです。心配してくださってたのにごめんなさい。今分かっていることは、先輩が退学になったこと、そのご両親が失業したことなどです。皆さんが教えてくださったので、家の安全なども一層気をつけるようになりました。それからもう一人の被害者の人とは仲良くなりました。最初はずっとうつむいていたけど、笑顔の優しい人です。ずっと笑っててほしいなと思います。それと犬のこともここをプリントアウトしてお話ししましたけど、もうずいぶん前のことだということもあって無理だそうです。人間だったらきっと大騒ぎになる。その人には同じ重さの友達なのに、それは法律には意味のないことなんだなと思いました。それから奨学金の制度なんですけど、お世話になっています。いろいろありがとうございました。あとここで褒めてもらってなんだか嬉しかったんですけど、でも褒めていただける理由はないと思うし、そんな褒めていただけるような立派な高校生じゃないです。アルバイトだって自分のお小遣いとか奨学金とかで借りている分を返さなくちゃいけないからで、祖父母にちゃんと返すこともできないでスネをかじってるので恥ずかしいです。どう言えばいいかずっと迷ってましたけど、これが正直な事情なので、本当にいい子が来た時にすごい恥ずかしくなるから、どうかもう言わないでください。でもなんだか本当に頭を撫でてもらえたようで、なんだかすごく嬉しかったのは本当なので、ありがとうございました。では長くなってすみませんでした。この後は家庭裁判所とか弁護士さんとかの連絡待ちになると思います。朝読む人もおられると思います。お仕事の人たちはどうか気をつけて行ってきてくださいね。847、名前314番、読み返したらとても長かったです。見返すべきだったのに読みにくい書き込みでごめんなさい。で855、314番、先ほどの相談者です。3へ、私のような子供が何か言うなんてすごくおこがましいと思います。きっと今すごく大変な気持ちなんだろうなと思いました。でも自分にできる範囲のことは何かって考えないと、こうしたいって思ってることを全部うまくするのは難しいとも思うんです。全部が中途半端になってしまったり、気持ちに余裕がなくなって大事なものを見つけられなかったり、そんな風にならないかなって心配です。私は大変な時、まずは大事な人のことを思ってるつもりだったのに、気がついたら自分が楽になりたかったからどうこうしてたってことがあります。後でそんな自分がすごく恥ずかしかった。だから先ほどの相談者さんが私の時みたいにならなかったらいいなと思います。なんだか偉そうに聞こえてしまったらごめんなさい。うまく書けませんでした。856、名前314番、下手な文章を書いてるうちにレスをありがとうございました。はい、気をつけます。自分がすごく幸運だったことも自覚しました。ここに書いてらっしゃる人のことはみんな心配です。なんでそうなってしまうのかなって読んでいて悲しくなることもあります。その人はもっと辛いんですよね。この幸運が意味のないことにならないように頑張ります。他の人もこんな幸運がありますように。じゃあ本当にありがとうございました。おやすみなさい。887、作家です。
お久しぶりです。少しなんですけど話の進展がありましたのでご報告させてください。前科の数、悪質さから加害者はかなり厳しい処置を取られているようです。両親の方はどうでもいいですが、私の分が示談で終わるのとそうでないのとではかなり違う様子。他にもいろいろありましたし示談にはしません。314さんは元気に過ごしています。それから本人に了解を得たのでここに書きますが、彼女のバイトは新聞じゃありません。変な時間に起きていたのはバイト帰りに一度寝てから起きて勉強しているせいです。いろいろ援助を受けて学生やってる身なのでひどい成績は取れないし、小テストがあったりするしってところのようです。959作家です。ちょっと新スレ書きづらいのでこっちでこっそり。943に対して、少年法適用の年齢だと腹立つこと受け合いってこと多いですね。未成年相手だと本当に年齢だけに逃げるなっていうか、こう怒りがふつふつと。本当に加害者だけが得しているような気がする。法の改正もっと勢いよくできないかな。未成年でニュースになるっていうと極端な例だけですし、でも実際普通に会社に行って働いてるしって人たちは裁判より示談ってことになる方が多いんじゃないでしょうか。疲れる上にメリットはないし大変だと思います。それと友人の原稿ですが、なんとかデータにできるようです。お声をかけてくださった方本当にありがとうございました。メモの方はお守り袋に入れました。256-7C、お久しぶりです。さすがにもう話を忘れてらっしゃる方が多そうだと思って夜中にお邪魔いたしました。でも朝ですが、314さんの話を覚えてらっしゃる方がおられたら作家もいたなと思い出してやってください。その作家です。報告できるだけの進展がなかったんで小手半名乗らなくなってる間にすいません。トリップわからなくなってしまいました。メモはしたんですが友人宅にノート忘れてきたので次に書かせてください。あの犯人ですが、報告処分はもちろん吸ったもんだの末一応入るとこに入ることになるそうです。まず間違いないだろうとのことで、でも裁判って本当に長いんですよ。決着待ったら多分秋になります。太鼓坊さんも費用のことやいろいろちらっと触れていらっしゃいましたが、肉体的にも精神的にもきついですね。相手はあの手この手で行きますし、あちらの両親も家を競売にかけられ大変そうです。仕事もなくしたし再就職はどうするんでしょう。兄弟いるからなんとかするんでしょうが、314さんは自分が出るとまた何かあったら気にするので、私が書かせていただきました。あの後おじいさんが倒れられたりしましたが今は落ち着いています。では短い報告だけになってしまいましたが、これで今回は失礼します。次こそ最後の報告になることを祈って。262、名前256。すいません、 PC の前で今気絶するように寝かけてました。ボケてるんで文章をよたってますがすいません。つまり塀の中です。でもランクがいくつかありまして、余罪があるにせよ一番上にはならないのだそうです。もうどうしようもないガキはしつけし直す場所必要じゃないのかと言いたい。親がしつけしないし親もしつけされてないし、今口がめちゃくちゃ悪いです。すいません。やっぱり一休みにしてからにするべきだった。でもこの後バイク便来るんでこれにて失礼します。せめてこの修羅場が落ち着いてから改めて伺いますね。本当に失礼しました。